大腿後部の部分ですね。もう一枚垂直尾翼の部分が写真で出るんですけど、ここに薄ら残ってる日の丸はこれ博物館が後で書き足したものです。それが薄ら消えちゃってて、本物はここにあるはずなんですよ。この薄ら赤いのがもしかしたらその残りなごかもしれないですね。で、これ数字全く見えないですよね。一時期ね消えてて何にも見えなくなってる時期があったんですよ。そして時間を置いて。 もう一回博物館に行ってみるとなんと数字が浮かんでるんですよ確かに日の丸はここの博物館が勝手に書いちゃったんですけどでここに実はね32だか33だかっていう数字をもっとねでかい字で書かれてた時代はあるんですでそれは完全に消えでそれよりもちっちゃい字で3桁の数字がなんと浮き出てきたんですよねでこれを見ると どうしてもこれはね3であってもらっては困るんですけど2としか読めないんですよこのラダー部分についてはこれ金属製じゃ布張りだったはずなのでそこは紛失してここの字は消えてるんですけども当然裏側に行けばこっち側の数字がこっち側に書かれるはずになるのでその裏側に行ってみると真ん中絶対2ですよね。 こここも2だと思うんですよこの数字上は絶対直線でここにこうあれば5ですけどここになんか赤いものが見えるので僕は7じゃないかなっていうふうに選んでるんですけどそうなると332の227っていう6桁の数字が完成すると思うんですよね。でこれが第一滑走路脇に撃墜されたと言われる 尾翼の延長が比例になっているという特徴から救急式感情爆撃機ですよねでこうキャノピーのこのクーペタイプ的になっているところを見ると22型ですよねこれの番号は322と見れるんですよ 322- まで見れますよねここは残念ながら確認できないです。もう一つはイラストなんですけど何十年も前からガム島に321-226と書かれている 救急機関上爆撃機の写真が存在するっていう噂があってそれをイラスト化してくれたものだと思うんですけどもこれはとということになりますその番号が何っていうと、まあ、例えばこの321-226号機に行くとですね 最初の3が第3艦隊っていうこう大きなその所属の中ですね。6月19日に参加したものは全て第3艦隊になるわけですよ。第3艦隊の第2航空戦隊第2航空戦隊っていうのは第1戦隊第2戦隊第3戦隊と分かれてて、小沢中将が乗っているのが。 第一航空戦隊なんですよ空母を逮捕第二航空戦隊については空母飛用順洋でもう一つ竜王っていう3つの空母が第2航空戦隊と呼ばれるんですねそれで32ときまして1がですね1桁目は空母で順洋が1番艦なんですよねで飛用が2番艦で竜王が3番艦になるので 三二一となったら、もう順位の搭載機なんですよ。後半三桁の最初の数字、三二一の二二六でいうと。二は艦爆。艦上爆撃機隊については、二が与えられたんですよ。多分、艦上戦闘機ゼロ戦隊には一だったんじゃないかと思うんですけども、最初の一桁が間違いなく二でなきゃいけないんですよ。救急式艦上爆撃機で言いますと、真ん中の数字二が。 中ですね第1中隊第2中隊第3中隊ということになるんで321の226をそれに当てはめると2であり第2中隊っつったらこの 2V ですよね最後の一桁は一期一期につけられている番号で22の後ろには1番から9番まで9基がこの第2中隊には所属されてますので226と言われたらここですよと。 いうふうにその番号の推測がつけば特定にあることができるんですけども残念ながら博物館にある三三二と言われてしまうと所属しないんです第三艦隊第三航空戦隊ということになってしまうんでそれは千代田などの小型空母が所属するところでその第三航空戦隊に 救急式艦上爆撃機は配備されていないんでいないどころかもうこの652の海軍航空隊にしかいない27機でしたので博物館の番号の332って言われるともう絶望的であ,のありえないことになってしまうわけですね。